はい、どうも皆さんこんばんはということで、今日も動画の方頑張ってやっていきたいなと思うんですけども、今日はですねこちらの、南国パパイヤスティック、かじって小枝リンゴ、そしてかじって小枝のマンゴーですね。この3種類のかじりきの中から、1個だけ好きな、1個だけじゃねえや、間違えた好きなものを、うちのチビたち3人に選んでもらおうかなと思います。検証動画みたいな感じですね。そう、今まで使ってたかじり器がこれなんですけど、あんまりかじってくれてなくて、で、あのね、天井のね、この蓋の部分の3の部分って言えばいいのかな、このここの部分がね、かじられちゃって、もうなんていうのかな、翌朝とかさ開けてみるとカスみたいなのが落ちてるんですよ。だからそれを食べちゃったりとかすると危ないので、この3種類の中から好きなかじり器を見つけてあげて、なんていうのかな、より健康になってもらおうっていうね、素敵な企画ですね、はい、ということでやっていきましょう。で、パパイヤとリンゴとマンゴーなんですけど、これ今いろいろやってるんですけど、リンゴはねすごく硬くて一番硬かったですね。で、細くて多分かじりやすいんだろうなと思いますね。マンゴーが2番目に柔らかくて、でマンゴーとリンゴの違いはね、表面のツルツル感かな。リンゴは結構ツルツルしてて、マンゴーは少しザラザラしてる感じで、パパイヤがね、あ、そう、唯一パパイヤだけ僕は匂いを感じることができて、まあ、ちょっと甘い香りがする、草の匂いっていうのかな、なんかちょっとそんな感じの匂いがしましたね。うん、でリンゴとマンゴーに関してはほぼ匂いが分かんなかったです、僕の人間の鼻レベルだと。でこれがきな粉ですね。きな粉が一番最初にパパイヤにちょっと興味を持ってますね。その後にリンゴとマンゴーの匂いを嗅いでいるっていう感じかな、うん、左からパパイヤ、真ん中がリンゴ、右がマンゴーですね。さあ、かわいいなその出窓から見てる感かわいいな、すごいさあ、ここからね、きな粉はもうなんか外に出たいっていうか、ここが何なのかみたいな感じで周りが気になっちゃったみたいで、あんまり興味を示さなかったんですよ。なのできな粉にはパパイヤと、まあ、あとリンゴかな、あげるとしたらっていう感じの検証結果になりました。まあ、ちょっとあれだね、もうちょっとかじってほしかったなっていう気持ちはありますけど、まあこれはリアルなのでそんな感じですね、うん、さあ帰るみたいですねはい、続いて、次がねもちこですね。もちこそろそろ来るかな。あ、来ましたね。もちこもちこもちもちこやっていきましょう。さあ、もちこは、あ、マンゴー、あ、そうそう、一応最初に言っておくと、あの、もともとあったやつがマンゴーなんですよ。そうだから、あ、リンゴかじってる、あ、リンゴかじってますね。もちこそうだったっけ、リンゴは最初だったっけ。次、あ、パパイヤですね。そうだから、もともとマンゴーがあったので、一応ね、その最初からあった慣れたやつも入れてるんですけど、選択肢の中に。うん、ただ結構パパイヤとリンゴをみんな行きがちうん、さあどうだろう。あ、次オッティですね。オッティはどうだろうね。あ、やっぱりリンゴ最初に行くんですね。リンゴが一番人気が高いかな。確かにね、なんか硬くて細くてなんかかじりやすそうな感じはするんですよ。うん、まあ僕ハムスターじゃないからわかんないんですけどねあ、でも次パパイヤにすごい興味持ってますね。これさ、元からあったやつマンゴーでさ、見事にみんなマンゴーにそんな興味示さないっていう、ね、悲しいさ出来事起きたよいや、まあいいんですけどね、これで好きなものが、まあ、わりかしパパイヤとリンゴが好きっていうことが分かっただけでも、ね、今後その、なんていうのかな、蓋かじったりとかして、
あまりよろしくないプラスチック食べちゃったりとかするっていうことが多少減ると思うので、あとはさ、かじり気が気に入らなくて歯が伸びちゃって不正光合になったりとかするっていう場合もあると思うので、そういったことをまあいろんな種類試してみて防げるっていうんであれば全然 OK なことなので、そうだから今回この検証はちょっとやってよかったなって思いますね。いろんなものを買ってきて試させてみて、選ぶものを入れてあげるっていう、うん、まあもちろん飽きとかもあるので、これからまた飽きてそうだなっていう風に感じたらかじり気の材質を変えてみたりとか木の種類とかね、いろいろ見てみたりとかするのも必要なのかなっていう風に思いますね。お、TT 兄弟TT、オッティだからね、オッティだどうでもいいところで感動してしまったそう、まあかじり気も割といろんな種類があって、てかオッティすごい食べてますね、よかったわこれ買ってきて。いろんな種類があって、あの例えばケージに固定するタイプとか、まあ、今挙げてるように小枝タイプで細長いものとか、まあ、いろいろ種類があるんですけど、うちはプラケで飼育してるんで固定タイプのものが、まあ、つけにくいんですよね。蓋をさちょっと切って削って、まあその取り付けるみたいなことはできなくもないんですけど、まあ、やっぱりやりづらいので、まあ、こういった小枝タイプのもので食べてくれるとありがたいですね。うん、すごいじゃんパパイヤとかすごい。オッティがね、そうオッティが一番気に入ってくれたんですよこのかじり気。特にリンゴ、うん、リンゴはよくかじってましたね。そう今ね、あのこの撮影から数日経ってるんですけど、もう結構減ってるんですよ。そうだからリンゴ買ってきてよかったなと思って。ハムスターのかじり気の中でリンゴって割と定番なんですよね。ペットショップとかでもよくリンゴ味が売ってて、それがオーソドックスで、あとは他の木を、皆さん買うみたいな感じなんですけど、まあ、まあそれはね個人差はあるんですけどね、好き嫌いは、うん、ただリンゴの木買ってきてよかったなと思いますね。しばらくはリンゴでいいんじゃないかなっていう感じで、これがモチコかな、モチコですね、うん、モチコもリンゴの木を食べてくれてます。あ、パパイヤもでも食べてるね、これは嬉しいな。いやほんと買ってきてよかったですねこれはね、うん、そうそう、これしばらく食べてまして、リンゴもずっと食べてたんですよね。マンゴーの立場よいやまあいいんですけどね本当に。で次はパパイヤをかじってまして、ここからね、なんだっけ、どこ行ったんだっけ、オッティの方に一回行ったのかな。ほらオッティがまだリンゴかわいいなまあでも何はともあれ気に入ってくれてよかったなと思いますね、うん、ちなみにねまだいろいろかじり気買ってきたんですよ。これそのこの間動画で言ってた、ちょっと今日高級なペットショップに行ってきたっていうところで、まあ、小動物のものはそんなに変わったものはなかったんで、あ、かじり気そういやなくなってきてるし、蓋もかじっちゃってるからちょっとたくさん買おうかなと思っていろんな種類のものを買ったんですけど、まだ他にもねちょっと個性的なかじり気を買ってたりとかして、それはまた動画で見せようかなと思います。うん、いやーでもよかった、これきなこかな、きなこですね。もう最近はその名前を言わないと多分皆さん視聴者さんの方は分かんないんじゃないかなと思って、あのその都度名前は言うようにはしてるんですけど、まあそのあたりもね、キンクマの子供たちの、まあ、いいところと僕は捉えてやってるんですけどね、うん、さあ今回結構長い動画になってしまったんですけど、でもそのハムスターによってかじり気の好みがあるっていうのが分かっただけでも結構面白い動画になったんじゃないかなと思うんですよね。そう、その子その子で意外とかじり気って好みがあって、多分あの僕らには感じ取れないぐらいのレベルの匂いがあったりとか噛み心地があったりとかあると思うんですよね。
そうだからまあリンゴの木が好きとかパパイヤが好きとかっていうのが分かっただけでも今回はまあちょっとした収穫かなと思いますね。はい、では最後まで本当にご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ、ありがとうございました。